七夕歌祭りが終わっても米村さんたちには休みはないようです。ここは千葉県香取市にある佐原と呼ばれる地域です。古い商家が立ち並び、江戸時代の面影を残しています。年間多くの観光客でにぎわっています。こちらのカフェシエトは、質屋を改造して喫茶店として5年前からオープンしています。今回松井さんとウェイソンさんたち中国人の音楽家は香取市の要請で招かれました。今回はですね、皆様方が日中友好のオペラコンサートを、香取市ではもっと多くの中国人観光客に訪れてほしいと考えています。将来的には大変有効な形を両国がですね作るということが、アジアにとってしいては全世界にですねとっていいことなんじゃないかなというふうに思っております。香取市佐原はかつて観光資源が乏しい町でした。10年ほど前から江戸の風情を打ち出すことで町の活性化に成功。今では年間およそ150万人の観光客が訪れます。中国との絆を深めることでさらなる飛躍を目指しています。横浜中華街、米村さんたちのおすすめグルメ料理を案内してもらえるのかと思ったら、実は今日はこれからこちらの中華料理店でファンミーティングを行うそうです。七夕歌祭りに来ていただいたお客様を中心に、およそ80人のファンが集いました。乾杯。ありがとうございました。クラシックの舞台は例えばジャズとかシャンソンみたいにこう同じところでお客様と接してなくて、どうしても舞台の上からになるので、お客様も私たちに対して距離感があるんですけれども、こういうところだとまたそういう舞台の私たちじゃないその素顔の私たちを見ていただけるので、やっぱりそれがまたお客様とのこのなんか親しみにつながって、また次の音楽会につながるという。ここでも歌を披露し、ファンサービスをするウェイソンさんたち。ファンを大切にしたいという思いから、彼らは喜んで歌います。ファンとの距離を縮めるための試みとして、今年ファンミーティングを開きました。この日、松井さんたちが訪れたのは横浜山手中華学校です。1898年に創設された横浜大道学校を前身とし、100年以上の歴史があります。孫文の提唱により、横浜の華僑が自ら作った全日制の学校でした。中国胡錦涛国家主席も日本を訪問した際訪れるという横浜山手中華学校。中国政府も日本の文化交流の拠点の一つとして支援しています。こちらの学校では中国文化を継承する力を養うとともに、
日本文化も学ぶことでコミュニケーション能力を高め、中国と日本の友好と発展に貢献できる人材の育成を目指しています。次の時代の日中友好を担う子どもたちに、松井さんたちは歌をプレゼントすることにしました。中国学校的老师们、同学们大家好，我是日本高龄松井奈子，今天借这个机会能和大家见面，我非常高兴。中华学校的老师、同学大家好，我来自中国上海，上海歌剧院的男高音魏松，谢谢。子どもたちが松井さんたちに歌のお返しをしてくれました。上海で行った初めてのコンサートから5年、以来歩んできた日本と中国の架け橋となるための活動を、松井さんは今振り返るとどう感じているのでしょうか。大変なこといっぱいあるんですけれども、でもなんかやってるといろんな出会いがある。まあ、その音楽をやってるだけではとても知り合えないような方たちと知り合えたりとか、その音楽をやってるだけではとてもありえないようなこう世界が広がるといいますか、そのことで逆に元気をもらって、でまたそれでなんか恩返しの意味もあって頑張れるという、まあ、そういう今循環になってるかなと思います。はい。ソプラノ歌手松井奈緒子の歌声は今海を越えていこうとしています。